はい、タカさんより、ダイムのキングのパーソナルブレイクをご依頼を受けました。ありがとうございます。はい、2箱ですね。はい、じゃあ1つ開けていきます。また大谷ね、ラッシュが来るといいんですけどね。よいしょ。やっぱ大谷君のカードがね、出やすいっていうのがいいですね、このブランドね。まあ出ないのもありますよ。うん、全く出なかったりするのもあります。まあ、うん、何かしらは引っかかるような感じで構成されてる気はしますけどね。なんかいろいろ開けてね、グループブレイクも十何回やりましたしね。よいしょ。ただ一回絡むと、あれ、そのケースみんな絡むんじゃないのみたいなね、そういう傾向はありますね。ワンボックスは8900円で、サインは1枚、あとメモラが1枚、合計2ヒットという感じですね。はい、一応カードすべて発送ということで、はい、了解です。じゃあ1箱目、こうひっくり返ってるのはパラレルだったりします。これ普通の赤フレームですね。はい。で、こうひっくり返ってるのは100番以降がハイナンバーだった。ああ、もういきなり。またギャラリー。大谷君。はい。似たような選手が、あ、サインかなこれ。ジャージかな、どっちだろう。フラハティですね。どっちだ。あ、ジャージでした。フラティもね、去年マイナー良かったんでね。はい、ひっくり返ってます。誰でしょう。フランク・トーマスの赤フレームでした。テッドですね。ひっくり返ってる。あ、テッドがひっくり返ってます。これはハイナンバーです。で、アーロン・ジャッジ。はい。バッティング76番でしたっけね。これで通商兵で、ひっくり返ってるのはマクマーンですね。で、バンガーナ、アンデューアンデューとはどういう関係なのあ、知らない人は知らないと思います気にしないでくださいオルティーズ。よいしょ。まあ、コメディーのね。お、ここがサインかな。大丈夫でしょう。横型だ。せーの、ほい。ジャンボのオースティン・ヘイズですね。で、パッチ乗ってるかどうかですね。どうだ。あ、ジャージでした。でも99シリーズです。88番。オリオールズのルーキーです。はい。ジャンボマテリアルオートですね。シグネーチャーですね。ひっくり返ってる。はい。あ、マントルでした。はい。ザミックっていうニックネーム。はい。スリー翔平。73の方が来た。で、箱1オーロラが、ペッツはい。しょうがないっす。よいしょ。まあでも、成績は活躍してますからね。はい。一箱目。ジャンボマテリアルシグネーチャーとジャージとスリー翔平。うん。まあ、3枚出ればもう全然上出来レベルです。で、2つ目です。まあ、1枚、1枚しか出ないとかね。あとはもう、とても出にくいパラレル頼みとか、そうなっちゃうブランドだったら、ダイヤモンドキング、いいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとこの、写真じゃないね、ちょっと絵っぽいのが、好み分かれますけどね。まあ、非常に、うん、かっこいいんじゃないかなとか、あ、面白そうだなって思う方は、ダイヤモンドキングおすすめです。
変に値段が上がったりしているわけではないので、初めて買われる方はおすすめです。よいしょ。はい、200個目。はい、いきなりオーロラ誰でしょう。はい、真っ赤ちゃんはい、ドナルドソン、レジェンドですね。赤フレーム、フレームでも大谷くんいるんですけどね、やっぱなかなか出にくいですね。まあ、全員、あ、これはオートか、メモラか。あ、ビクター・ロブレス。あ、ジャージでした。ロブレスのオートだったら、まあ、ね、あれですよね。はい、これは、99シリー12番。ルーキーですね。はい、ワン商品。76番。繰り返ってるのはアーロン・ジャッジ。あ、オールライズですね。ニックネームバージョン。シャザオ。アーロン・ジャッジがまたひっくり返ってます。はい。ルーキーですね。ハイナンバーのルーキー。ロブレスですね、ルーキーね。ん、これは、はい、通称兵。で、次が、オートっぽいです。大丈夫。薄いタイプ。せーの、ほい。デビッド・ダールですね。ロッキーズ。通常ですね。はい。黒かったらワンオーバーなんですけどね。はい、デビッド・ダールです。去年ね、ちょっとイマイチだったの、今年は。はい。来た。もう店長わかります。はい。スリー翔平目。はい、またセピア。よく出ますね。スリー翔平ずつ。だから2箱で6枚でしたね、今回ね。はい。やっぱ、開けててね、面白いですね、こうやってね。うん。楽しいです。はい、高さんありがとうございました。またよろしくお願いします。